どうもおはようございます。今日は2018年5月の22日14時57分です。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。ダラダラ枠です。目覚めたよ。目覚めた。改めおはよう。ああ、全然いいよ。全然。着たい時に着な。配信っつうのはそういうもんだから、見たい時に見て、配信者はやりたい時に枠をやって、リスナーは見たい時に見るのが普通だよ。ビゴンおはよう。ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。渡辺さんありがとう。お、感想ちゃんおはよう。はい、ワドツ。ヒゲ伸びたな。顎までヒゲだよ。ヒゲ剃んないとな。おはよう。いけぼうぼうじゃん、ほら。ここまで生えるかんね。喉の、喉仏まで生えるから。剃らないと、不潔だよね。おっさんだよ、おっさん。おっさんは、ひげが伸びるんだよ。すごいよ。体毛濃いんだ。もざもざだから。もざもざ。いや、一日一回だね。三日ぐらい剃ってないとこんなになっちゃうんだ。この辺も生えてるし、あ、だいたい起きた時に剃って終わりだけど、1ヶ月伸ばしたらもうクマみたいになるよ。クマみたいになる。クマ。クマタンだよ、クマタン。ハートありがとう。
元気だよ。釈迦とペコ朝遊んだよ。見る。釈迦。ペコ。サタンは？サタン上にいんの？元気でしょ。ペコ。ペコ。元気だよ。ペコ動き回ってる。サタン。サタン上から動かない。うん。元気元気。元気でしょ。もうシャーちゃんも4歳ぐらいになるからそろそろ寿命が近づいてきてるね。可愛いペットですよ。鳥は、あ、ね、文鳥はね、7年って言われてる。平均寿命7年。長い子だと10年ぐらい生きるけど。ハムスターとかよりは長いんじゃん。あ、セキセイインコってそんな短いんだ。結構長生きな方だと思うけど。こんにちはさんのことが誰だか分かんないから好きかどうか分かんないね。絡んだことない人は好きかどうか分かんない。でもまあ大体、うん、まあちょろっと絡んでみたら好きか嫌いか分かるかな。何年でも生きないよ。みーすけおはよう。な、永遠の命はないから。何見たの映画。誰と見たの。誰と何を見たの。どこに住んでて仕事は何やってて年齢はいくつで年収どれくらいの人とでどんな顔立ちをしててでその人との間柄はどれくらいの関係性の人と何を見たの。ピーターラビット。ああ、ウサギの話ね。映画見ただけなの。映画で見ただけなの。映画を見た後どういう会話をして。はい、はじめまして。配信会一のイケメンです。どうも。はい、こんにちは。ふわっちをご覧の主婦の皆様をメロメロにしている中年イケメンです。元ジュノンボーイと噂に名高いワドウです。よろしく。のんちゃん帰った。主婦キラーだよ。マダムキラーだから。マダムキラー、よろしく。誕生日プレゼント送ったの？
いつ届くの？矢野ラッキーありがとう。俺年上好きだね。別に年上が好きってわけじゃないんだけど、付き合う女性年上ばっかりだね。一緒に住んでるわけじゃないよ。まあ一緒に住んでるわけじゃないけど、もうよく遊びに来るから。違うよ。明日？ああ、昨日送ろうと思った。ありがとうありがとう、誕生日ケーキありがとう。いいんだよ、アイテムはいつ送ってもいいもんだよ。送りたいだけ送ってくれたまえ、ありがとね。あれ、これアイテムってどうやって見んだ？配信中アイテムってこれどうやって見んだろう。見方がわかんねえな、携帯。誰か送ってくれたんだろう。アイテム、これか、配信アイテム。え？違うな。どうやって見んだ？ケーキ送ってくれた人。ああ、ありがとう。いつもありがとね。あ、みーちゃんだけは年下、人生で唯一年下だった子だね。年下だね、彼女だけは。唯一じゃないの。まあでも気強いし年上みたいな感じだったもんだ。めちゃめちゃ気が強かったから。あ、気が強い子の方が好きかもね。ちょっとね、体調悪いっつうかね、眠い。眠たん。スマホ配信とかも久々にやったよ。スマホ配信はどうなの？寝起きなのに昨日のホールケーキの半分一人で食ったら気持ち悪くなっちゃった。携帯配信は斬新かい。iPhone から配信してるよ。新しいアイテム始まったの今。おはよう。本当に？何アイテム？またイベントやってんの？てか新しいアイテムやるんだったらもう100万円のアイテムとか作った方がいいんだよ。もうそう思わない？うん、体調気をつけるよ。旅行バージョンっていうの。最近ふわちゃん新しい仕組み、宇宙旅行は行きたいね。うん、ただね、俺の予想ね、宇宙何もないよ。うわー、地球綺麗だなーって言って終わりだよ。宇宙旅行って何？来月か、捨て頃。捨て頃の季節がやってきたか。
宇宙、宇宙に行っても何にもねえだろうな。なんかあると思う？なくない？宇宙行っても何もないよ。どうも、携帯なくしたの、なぜに。食べ物は全部好き。何でも好きだよ。俺は。何でも食べるし。米かな。いろんなのが好き。あ、そうそう。昨日 UFO キャッチャーでまた一個取ってきたんだ。好き嫌いはないけど、虫は食いたくない。いや、まずいものはまずいってはっきり言うけど、別に食うよ。うまいまずいってはっきり言うだけで。みんなは何が好き？ホールケーキ、いちごじゃないよ。モンブランのタルト。料理、いや別に好きなわけじゃないよ。嫌いでもないけど、いや一人暮らし、ほら17歳ぐらいからやってるから、普通に自炊するのに慣れてるだけで、料理が趣味とかじゃないよ。ただや、あの、作るのに慣れてるだけ。あと俺16歳からバイトやってたんだけど、中学3年生からバイトやってたのね。でそこで2年間やってたのが、あの調理の補助だったの。あのウェイターとかもやったし、そこはあの小さなレストランなんだけど、奥さんと旦那さんだけで回してて、で俺がウェイターの補助と、あ、ウェイターと調理の補助で入ってた。だから別に料理は作れる。洋食屋さん、小さい洋食屋さんで働いてた。野菜ラーメンか。チーズ系の食べ物か。焼き魚。ああ、和食だ。いや、もうね、マスター死んじゃって、奥さんは、奥さん、ママさんにはたまに、綺麗な人なんだよ、ママさん。ママさんに会ったね、数年ぶり。うん、色っぽい奥さんで、でその会った時に話聞いたら、当時浮気してたって言ってた。マスターに内緒で浮気してたって言って
色っぽい人だからね。もうそのお店はないね。いやーよくわかんない、天然なんだよねそのまま。でその元旦なんか浮気相手に頭かち割られたとか言って、すげえ頭に傷があったけど、うん、はいよお疲れ。なんかマスターはあのカマロっていう車、スーパーカーに乗ってたよ。なんかあの昔のクラシックなスーパーカーつスーパーカーあるじゃん、なんかアメ車みたいなでっかい古い車、カマロっていう車。車が好きなんだ。成田はほら車ないと移動できないから、みんな車に金かける。車屋さんすげえ多いもんな成田。ピーターラビットは面白かったのかな。どうだったんだろう。うん。いや勝手に一緒に添い寝してる気分にされても困るけど。勝手に俺が寝てるだけだから。面白かった。可愛かった。ウサギ可愛いから。アドニーがはかどる。のんちゃんはね、車じゃん、家行った。ホモになった気分になった。はよはよ。違う、もうなんかベッドから出たくないし、今日はのんちゃんがベッドにいないから携帯配信でいいやと思って。
逃げそんないと。あと枕も買い替えたいな。いや、なんかここカーテン、太陽が顔色悪いかもね、ちょっとね。確かに。いや、だからケーキを半分、朝一でケーキホール半分食ったら気持ち悪くなっちゃったんだよ。いやー、ちょっと食いすぎたな。ケーキを主食にするのは良くないね。なんか俺も映画館とか行きたいな。いや、映画が見れれば別に部屋の中でもいいんだけど、別に映画館自体に行くことには全然あんまり関心がないかな。映画が好きなのね。エグゼクティブシードってあれ高いやつじゃないの？いくらぐらいするっけ？お金持ち、お金持ちだね。エグゼクティブシードって4000円ぐらいしないっけ、うん、Hulu と Netflix と ABEMA はやばいね。俺も今 ABEMA。 あ、そうなの？エグゼクティブそんな高くないの？なんかもう退屈だよ俺、おじさん。30年も生きてくとさ、あれだな、暇だな。なんか一周回るな。なんか世の中の楽しいコンテンツ一周回って、もっとゆっくり生きればよかったな。なんか楽しいことが減ってくんだよね。人生100年もいらないわ。長い。旦那さんと行くのよく、うん、ゆさん月一で海外に行くの？どんだけ金持ちだよ。めちゃめちゃいい生活してんだ。月一で海外行くよ。すげえな。シンガポールからワドツって。すごいね。月一で海外。セレブですよ、セレブ。パリス・ヒルトンですよ、パリス・ヒルトン。すげえな。香港からワドツだったの？この間は。すごいな。マーライオンからワコツ。
香港行っても俺の放送を見てるとかどんだけよ。寂しすぎるでしょ。でもネットってすごいよな。海外から見れるんだもんな。海外からタイムラグって感じるの？あんまり関係ないのかな。物理的に距離が離れてるとやっぱり電波って遅くなるのかな。あ、そう、全く感じないんだ。うーん、俺あれはやってみたいな。韓国かどっかでギャンブルやってみてえな。あのバカラとかやってみたい。うーん、面白いのかな。やったことある？ゆうさん、カジノ、カジノやりたいな。タキシード着て、蝶ネクタイつけて、マティーニを飲みながらブラックジャックやりたい。韓国カジノ行くの？面白い？俺も連れてってよ。俺の旅費とホテル代と全部連れてって。携帯借りるの？行ってらっしゃい。デビルウサさん、メガホンありがとう。ロッテホテル、負けたらへこむ。のんちゃん激おこやろ。のんちゃん怒るね。のんちゃんも連れてきゃいいんじゃない。意味が分かんないよね。カジノやってみたいな。ダラ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 カジノで過ごしたい。一週間ぐらい。入場料とかかかんのかな。俺今増量してる。太ったっていうか人生で一番太ってるよ。あの捨て頃が直樹兄さんが80キロ、体重80キロ以上なので、俺が65キロだったから体重が合わないじゃん。だから便所さんからの指令で俺らの試合って70キロから80キロの間に合わせろって言われてんの。だから俺が75キロまで一気に増量して、直樹兄さんは減量してる。そう、だからこれはね、あの不摂生で太ってるんじゃなくて食いまくってんの、わざと。うん、太ったよ。だから75今でも痩せないともう体調悪い。うわー、ビゴン宇宙旅行ありがとう。何これ、すごい、ふわふわふわってなった。エフェクトすごい、ありがとう。ビゴン宇宙旅行だ、ありがとう。これ高いやつじゃないの、宇宙旅行。宇宙旅行これ3000円ぐらいすんじゃないの、もしかして。ありがとうね、ビゴン。ビゴン、そっちのサムネの方が可愛いよ。うん、久々に来たらサムネとコテハン変わってたら誰だか分かんねえかんな。デビルウサなんてリスナーいないよ、うちに。うん、そのサムネ可愛いよ。でもいいね、なんかちょっとパンクっぽいデザインだね、この絵は。イラストかっこいい。モヒカンのウサギ、デビルウサかっこいい。何、なんかのキャラクターのデビルウサって。これすげえかわいいんだけど、 T シャツとかにしたら売れそうじゃない。原宿で売ってそう。前はウサだったの？悪魔になっちゃったの？悪魔になっちゃったの？そうだったんだ。
レビの影響なんだ。温泉行きたいな。誰か温泉連れてって。温泉行きたい。温泉で浴衣着てダラダラ雑談やりたいから、温泉連れてって。1ヶ月ぐらいでいい。一番練習してんのは辰彦だね。間違いなく辰彦。多分ね、辰彦ね、捨て頃終わったらね、生主やめてプロ行くと思うよ。プロっていうか、あの中国のなんか総合格闘技の試合って1試合50万ぐらいもらえるらしいの、ギャラ。だから出稼ぎに行くと思う、辰彦は。まあプロだよね。ちょっとまあみんながイメージするプロとは違うかもしんないけど、多分マッハさんと一緒に中国とか香港とか行って、多分あのこれネタとかなんでもなくて、誠司さんはみんな言ってるけど、あの捨て頃ファイターみんな言ってるけど、多分誠司さん死ぬ。あの多分ね、あの秒殺されるどころじゃなくて大怪我すると思う、今回の捨て頃。相手がめちゃめちゃ強くて、いやあのね、本当に下手したら死ぬって言ってる。で骨折で済むかどうかみたいな話してるもん。だけど本人が全く心強すぎるんだよ。本人が全くなんとかなる人の精神だから。だって相手ドレさん用の人だからね、完全にドレさんぶっ潰すための資格だから、めちゃめちゃ強い人だからね。宮川さんの会見って何？宮川さんって誰？何の人？いや死ぬでしょ。まあ地下格闘技だろうね、うん、誰だろうね、宮川さんって誰なんだろう。宮川さんは何をして会見をするんだろうね。不祥事を起こしたのかな。時代アメフトの宮川さん、余計わかんない、余計遠くなった。情報量が多くなったのに宮川さんが遠い人になったんだよ。こんなことってあるんだね。日大アメフトの宮川さん、余計なんか情報量が多くなって距離感が遠くなったことが初めてだから、あーなんか膝ぶっ壊したかなんとかとか、あーなんかねネットでも書いてあったな。あー好きだね、俺と何の関係もない話だよ、全く興味が湧かない、はいこんにちは。でもアメフトってなんかそんな世界らしいよね。なんかアメフトやってた知り合いとかいたけど、もうあれはただ格闘技だって聞いたよ。普通に体鍛えてない方が悪いみたいな世界なんじゃないの。なんか頸椎やられるとかザラだって聞いたよ。
ね、鍛えてないやつが悪いとかそういう世界だって聞いたけど、もともとそういうスポーツだからね、あれは。それはラグビーの方か。ラグビーだわ。アメフトはそうでもないのか。ラグビーか、もっと危険なのは。ごめん、ちょっと間違えたわ。アメフトは防具ガチガチにつけるもんね。俺が言ってたのはラグビーの方だわ。っていうかラグビーって面白いスポーツなのに人気出ないよね。そういうレベルの話じゃないの今回のは。へえ。いや、なんか危険なタックルをかましたっていうのは聞いた。そういうレベルの話じゃないの。とんでもないレベルの。マジか。プレイ外で後ろから下、それラグビーの問題じゃなくて、それ刑事罰でしょ。だって試合中じゃないんでしょ。アルフさん、プレイ外で後ろからタックルかましたら、それ犯罪でしょ。それって記者会見とかじゃなくて逮捕案件でしょ。日本の教育ってバカだよな。学校会ってそんなの警察に突き出しちゃいいんだよ。監督の指示。何それ、もうわけわかんねえ本当に。試合中じゃなくて、練習中じゃなくて、監督が後ろからお前タックルしろっつってタックルしたの。何それ、バカニュースだな、バカニュース。なんだそれ、アホだね。なんだプレイ外って、潰せ、え、相手選手を、え、どういうこと、どういうこと、全然わかんないんだけど、何それ。試合中だけどボールの奪い合いと関係ないところで相手選手にタックルかましたの。え、それって反則じゃないの。何それ、バカニュースじゃん、バカニュース。いや、だからね、俺ね、体育会系のねやつら嫌いなのそこなんだよね。体育会系のやつって IQ 低いじゃん、バカじゃんあいつら。だからね、俺嫌いなんだよ。アホニュースだね。だ、監督が死刑でいいじゃん。監督が死刑だよ、死刑。いや、もうそんなん警察でいいでしょ。バカだよな。いや、死刑だよ、死刑。クォーターバック潰せって監督から言われたんだ。で、監督は大体分かってきた。監督はそういう意味じゃないみたいなことね。そういうことでしょ。監督はいや、そういう意味じゃないっていう保身に走ったんでしょ。そうでしょ、合ってる。俺大体こういうの分かるから。監督はいや違うんだ、そういう意味じゃない。あ、大体そういう流れか。あ、出た出た、かっこ悪い。え、ルール上はどうなの？そのボールが掴んでない時にタックルかますのって違反だよね。どうなんだろう。
そうだよな、アメフトって確かボール組合がないから多分そうなんだよね。ラグビーはそのチームでガーって組んでそのフェイクのパスとか出すから全然ある競技だけど、まあ不意打ちだよな。いや、まあ自覚ないんだよ、人を殺せる技術持ってるっていう。だよね。なスポーツやるやつはね、人を怪我させる技術持ってるっていう自覚がないんだよ。で相手どうなっちゃったの、頸椎損傷とか、どのレベルの怪我したの相手は。後ろからなんか卑怯者がやることだよ。嫌いなんだよ俺、野球もサッカーも。そう、団体競技やるやつ嫌いなんだよ。膝壊した、選手生命絶たれたんだ。ああ。審判は見てなかったか、反則は取られてない。だからよく覚えとけよ、配信外で LINE をしてくるってことはお前らがやってること、そういうことなんだよ。俺が寝てる時によ LINE つむつむやりませんかって送ってきたりよ、今何してんのとか、和道何歳って送ってくるバカリスナーども、お前らがやってんの同じことだよ。プレイ中にコメント書くんならいいけどよ、配信外に電話かけてきたりよ、配信外によな、配信外に LINE つむつむやりませんかとか、今何してんのって、お前らがやってることそういうことだよ。こっちも壊れてんだよ、卑怯者が。よく覚えとけ。いや、そういうことだろ。いや、そういうことだろ。いつも言ってんだろ、卑怯者がって。こっちも壊れるよ、そんなことやってたら。毎日毎日。バカが。いや、毎日されてるよ。危険タックルを毎日受けてる、毎朝。卑怯者だよな、本当に。コメントを書け、コメントを。起きてる時いくらでもやってやるよ、正々堂々。忙しいんだよこっちは。つむつむばっかりやりやがってよ、メンヘラどもが。しょうもない。見せてやりてえよ、本当に。いや気が狂うよ本当に。一日何十人から LINE つむつむ、 LINE つむつむ、 LINE つむつむしてたら。なんで俺が LINE つむつむやんねえといけねえんだよ。だんだん腹立ってきたわ。沖縄行きてえな。捨て頃終わったら沖縄行こうかな。今日携帯配信、テロップとか全部ないでしょ。カメラが動くときは携帯配信、ベッドの上から。のんちゃんがいないからね、ベッド配信ができる。布団から出たくない。あ、どうも、レオンの専属モデルと噂されてる和道です。どうも、よくお気づきで。ドレさんがさ、ほら、デニーズで飯食ってる時にさ、お、今日の服おしゃれだねってさ、社交辞令をしたの。そしたらね、ドレさんがね、火ついちゃってね、和道お前さみたいな感じで、そう、どやって、あれだよお前雑誌とか読んでるのとか言って、いや読んでないけどって言ったら、お前オーシャンっていう雑誌読めよみたいな、
オーシャンに載ってる雑誌読んで、でオーシャンで、あ、こんな感じの服っていうのをザラで買えば女リスナーに受けいいからみたいな、どうでもいい話聞かされたんだけど、どうも俺はそれ配信で見せてやりたかったけどもう本当に面白かった。すっげえドヤ顔でちょっと社交辞令で、ドレさん今日おしゃれだね、ドレさんいつもおしゃれだねって言ったら、オーシャン読めよって言われたから、すっげえなんか中学生みたいだなこいつと思って可愛いでしょ、ファーでしょ、もう本当にお前そんな黒い T シャツ着てんじゃねえよみたいな感じで言われたから、だいたいザラに売ってるからって言ってたから、うん、ファーだよファー、うん、雑誌オーシャンのターゲット層は年収600万前後で、30代、35から45ぐらいの幅なの。だからドレさんはマウンティング仕掛けてきたけど、なんかもう冷めた若作りだなって思った。あのね、男性の雑誌は年収別と年齢別なの。どちらかっていうと年齢よりも年収別なのね。あ、ちょっとあのね、レオンの下のランクなの。レオンはもっと上のあのブランドなの。乗ってる、俺はレオンのレオン読んでるんだけど、なん、大体ザラで売ってるは名言だよね。だからオーシャンを握りしめて、オーシャンを丸めて握りしめてザラに入って、ザラの店員にこんな感じって言ってるドレさんまでイメージできた俺はこんな感じの服ないって言ってるドレさんそう、騙されたらダメだよ本当に。ドレの深夜食堂にみんな騙されてる、うん、いや、ドレさんザラ大好きだから、ドレさんの服の棚はザラしか入ってない。富裕層に憧れてるっていうかね、俺の予想なんだけど、ドレさんは多分ね、ちょっとボンボンなんだと思う。ちょっといいところのお坊ちゃんで、でね、あのね、典型的な六本木に住む親父なんだよ。ちょっとね、やっぱりギラギラしたものが好きなんだよ。あの世代ってそういうのあるの。だからね、ちょっと小金持ちの、なんつうの、冬なんかキラキラしたものに憧れてる、なんつうんだろう、ね、田舎もんだよ、うん、ブランドとか詳しいってドレさんが、ドレさん全然詳しくないでしょ服選ぶときどれどれってつぶやくの、うん、じゃああの人はだから胸筋が大好きなの、自分の胸のアピールすごいでしょ、ツイッターとか、ここがケツみたいな、ここが大好きなの、ドレさん自分の。だから胸元は基本開けたい人。はいはい、たまよちゃんありがとう、うん、ドレさんブランド詳しいか、うん、そう、ドレさんのセックスシンボルっていうか、まあまああの胸筋はかっこいいでしょ、あんだけ鍛えたら。それは別にいいんだけど、それは普通に、あれは普通にかっこよく鍛え上げてるから、うんうん、ただまあ「オーシャン読めよ」は結構な名言だったな、うん、「オーシャン読めよ」は名言だった
嘘だろうと思って、読まねえわと思って。違う、あれそういうところをさ配信で見せたら可愛いのにさ、配信外でやるから汚ねえんだよあの人。配信外でそんな面白いこと言われたら俺もうそれ吹き出すでしょ。もうすげえ面白かったよ。イギリスに憧れてる感じあるか。いやドルさんはそんな感じしないぞ。イタリアンファッションが好きなんでしょ。それこそね、ドレさんみたいにいい感じ、渋い感じに年齢重ねてんだから、レオンみたいな服とか着りゃいいのに。っていうかまあ体ができてるから、なんか別にジーパンに白 T でシンプルにすりゃいいのに。なんかちょっとね、なんか女を意識してるのが面白いんだよな。ちょっと女を釣ろうっていうあの下心が見え隠れしてんのが俺の中で最高に面白い。女の前でいい格好しようっていうスケベ野郎なんだよ。だからスケベ野郎、スケベの精神なんだよ。でなんかこう女の子が騙される。お父さんに似てる。まあだって54だからな。はいはい、ありがとう。33?32 と変わんないかな。32と33はあんまり変わらない。ただ、23歳とは別格だよ。何も変わんないね。31から変わらないかな。30はさすがにちょっと感慨深いものがあるよ。30歳はなんか、ちょっとやっぱ29、30はねだいぶ違う。なんかやっぱ30代に入ったっていうね。配信デビュー俺27からだね。2730代、まあ俺は20代より30代の方が楽しいね。俺はすげえ楽しいね。20代クソだったから、ほんと。当たり前じゃん。毎日配信やらないや、毎日積み重ねないやつがさ、リスナー毎日見てくれるわけないじゃん。毎日見てほしかったら毎日やるのが基本でしょ。最近の30代の女の子可愛いかんな。3,40 代の女の子可愛いよ最近。ババアたち、ババアがね、日本のババアのレベルが上がってるの。なんでなんだろう。なんで日本のババア可愛いんだろう。てか20代とかで全然いいでしょ。うん、ババア可愛いよ。ババアがいい。ババアが、20代の女ってなんであんなめんどくさいの。めんどくさくない？20代の女って。わかる。ちょっと落ち着いてきたくらいがいい。子供だよね。20代、もう27ぐらいまで子供だよね女って。そう、
同世代のババア可愛い、うん、40代のババアも可愛いよ、うん、そうそうそう、自分に価値があると思ってんだよ20代って。ないよ、20代の女に次ぐよ、お前らに価値なんかないよ。一回ね、人生に絶望してない女はダメなんだよ。ああ、みやびさんありがとう。みやびさん、みんなね、みやびさん超いい人なんだよ。あ、寝てたからあれだけどね、夜中電話までくれたの、誕生日おめでとうって。まあ寝てたからしかとぶっこいてやったけど嫌なやつすげえいい人だよみやびさん。配信者でね、コツでね、配信外でわざわざ電話まで来てかけてくれたみやびさんだけだよ。ギリがたい人だよ。みやびさんありがとう、うん、まあ見事にスルーしたけどね、俺はクズ野郎だから、うん、みやびさん捨て頃頑張りましょう。優しいよみやびさん、うん、みやびさんね優しいよ。あとみやびさんもね、あの配信中よりも配信外が面白いタイプの、ワン太郎と同じタイプの。なんかねカメラ回るとね、なんかね素っぽいみやびさんの方が面白いんだ。なんかカメラ回ると意識するとね若干滑るタイプの。配信外めちゃめちゃ気さくで面白い人、喋り止まんない。あれってなる。配信外の方が面白くねえかこいつっていう。ワン太郎と同じタイプ。みやびさん配信外めちゃめちゃ面白い。茶色のティンカーベルが見えた。ん？茶色のティンカーベル。みやびさん。褐色のティンカーベル。盛り上げましょう。ちなみに今度3年の大恋愛を終えたんだ。超ウケる。え、あの綺麗な彼女いなくなっちゃったんですか。一言いいっすか、ざまあ。一言だけいいっすか、ざまあ。あの綺麗な彼女いなくなっちゃったんだ。ざまあだよ、ざまあ。大失恋なんだ。逃げられちゃったんですね。まあ次見つかるんじゃないですか、すぐ。あ、みやびさんすぐ見つけるでしょ。ざまあだよ。まあまあ配信者と、俺が女だったら配信者なんか絶対選ばないもん。配信者と付き合いたくないもん、嫌でしょ。お、なんだっけ、岡本麻也、今日何やる、みんな今日何しよっかな。今日は何して遊ぶ。まあでも3年、みやびさんの年齢で本気で結婚しようと思って3年だから相当だよな、相当だよな、多分ダメージ計り知れないよな、うん、誕生日祝ってざまあって言われるって、ね、すげえ嫌なやつだよな、ね、本当だよね、誕生日おめでとうって言ってお返しにざまあって言われるんだよ。どんだけよっていう。何する今日。キャスバーでも冷やかしに行く、うん、トキハニ。トキハニって何。何しよっか。
何する？てかトレーニングしねえと。トレーニング、あ、ていうか今青森いるんだよ。そうそう、俺一回名古屋行った時みやびさん会いたいなと思った。今名古屋にみやびさん住んでないよっつって。なんで青森にいるんすか？仕事で青森行ったんすか？なんで青森なんすか？もう全然意味わかんなかったんですけど、今青森なんだ。うん、僕名古屋行った時みやびさんしか頭になくて、イメージ名古屋っつったらみやびさんでしょうと思って。なんでまた青森なんだ。東京来ないんすか？東京似合いそうだけどな。結婚のために行って捨てられたんすか？わあ結婚のために青森まで行って捨てられたんすか？くっそ面白いじゃないですか。超くせつね。で、映画化しましょう。映画化、小説書きましょう。マジか。うん、あー、ぜひぜひ。はい、何しよっかな。あ、そうそう、のんちゃんにねプレゼントがあったの、この前。中野ブロードウェイでね、これかわいいでしょ。フィリップ三世って名前なの、これかわいくない？これのんちゃんのニューアイテム買ってあげた。あ、いた、フィリップ三世。これこれこれ、捨て頃行くときにね、フィリップ三世かわいいでしょ。かわいいでしょ。はいはい、了解です。これね、後ろがチャックになってる。何しよっかな今日。かわいいでしょ、フィリップ三世。のりこのニューアイテム。目つきちょっと悪いフィリップ三世は。そう、後ろにねジッパーがついてるから、お薬入れ。フィリップ三世のお腹の中にはのりこの精神薬がドバッと入る。のりこのお薬ケースだから。キキ、あ、ジジね、ジジ。黒猫ってだけでしょ、それ。アメリカからやってきたんだよ。違う、あれかわいいなって言って眺めてたら、あのおばちゃんがかわいいでしょっておばあちゃんが出てきたの。なんと店員さんおばあちゃんで、アメリカから仕入れてきたのって言ってきた。おばあちゃんがかわいいから、あんまりにもかわいいおばあちゃんだったから買ってあげようと思って、うん、まあフィリップ3世かわいいからいいねっつってたんだけど、またそのこの商品を仕入れたおばあちゃんが可愛かった。じゃあ買うっつって。
そしたらのんちゃん黒猫がいいっつったから、のんちゃんの家にはフィリップっていう猫がいて、2代目なんだけど、フィリップは。のんちゃんはね、あの飼ってるペットが死ぬとね、フィリップ次のねペットにフィリップっていう名前をつける癖があるからね、フィリップがいっぱいいるの。この猫名前なんだろうって聞いたらね、のんちゃんがフィリップって言ったら、のんちゃんの家にフィリップいるでしょって言った。そうだったって言った。じゃあフィリップ3世3代目だから、そう、店員さんのおばあちゃん可愛かった。なんかねえかな。いや、カメラ買おうか迷ってんだよな。どうしよっかな。のんちゃんマスコットだからね、超かわいいよ。今日もね、コーラのペットボトル2本並べてじーっと眺めてたの。パッて起きたらペプシのコーラをペットボトル2本並べてじーっと眺めてる。何やってんのって聞いたね。和道さん、コンビニで売ってるペプシとね、自販機で売ってるペプシはサイズが違うって言ってた。そうだよって言った。やっぱりって言ってた。ペプシの大きさの違いにのんちゃんはね、怒ってた。コンビニの方がでかいって言ってた。うん。黒猫かわいいよね。猫はかわいいからね。猫はずるいよ。多分あれだろうな、捨て頃の観客席に座ってもリスナーに囲まれるんだろうな。だからね、のんちゃんはね、もう半分ね配信者の扱いされてるからね、なんかね俺よりねのんちゃん人気だったりするんだよね。のんちゃんは多分また捨て頃に行ったらさ、みんなに囲まれるんだ。のんちゃんだっつって、のんちゃんは配信者じゃないっつって逃げろ。あとね、のりこはね、あのリスナー歴がくっそ長いから、あの有名大手配信者とね、長い配信者とね、トークができる。俺よりも配信界に詳しいから、鮫島さんとか便所さんとか香川さんとかとね、そういうトークができるからね、重宝するの。隣に置いとく。大体配信会で分かんないことあったらのりこに聞いたら教えてくれる。今度鮫島さんにお願いはしてる。
もう古いリスナー、俺のこのコメント欄でずっとコメント打ってる。だから昔から見てる人からするとのりこは普通にこのコメ欄にいたリスナーっていう印象、みんなからすると俺の彼女っていう立ち位置でみんなは見てるけど、だからこのコメント欄あるじゃん、ここに普通にずっといた。オフ会でなんか現れた、ちっちゃいおばちゃんが現れたオフ会に。いや運命なんて感じないよ別に。俺がかっこよすぎて映画館でのりこ泡吹いて倒れたんだ、うん、はいワード2風船ありがとう。いや別に奇跡でもなんでもないけど無理やり奇跡とか言うのやめよう。全然奇跡でもなんでもないでしょオフ会に現れたっつって。気がついたら住み着いてた。ガブガブペコ、ガブガブすんのペコ、外出たいの？さっき遊んだでしょペコ、また出たいの？今配信中だよペコ、出たいの？ペコ、さあちゃんと仲良しになったの？喧嘩しないの？うん、よかったね。うん、ぴょんぴょん遊んでんの？和道特製アスレチックだからね、楽しいでしょそれ。ペコとシャカね、喧嘩しなくなったんだよね。何、出せ出せ、さっき遊んだでしょ1時間も。俺がここで喋ってるから楽しそうだから遊びたいんだ、うん、携帯ガチガチするからダメ。俺が楽しそうに喋ってるとね、うちもペコって名前やった。そうなの？偶然かぶったの？のりこがつけたんだよペコって。遊べ遊べって言ってんの分かったよ、ちょっとだけだよ。まあ、解放者出たくないの？ご飯食べんの？はいはい、何なんだよ。犬とかとは違うんだよ、なんかなんつうんだろう、あのね、遊べっつってもね、指に止まってるだけな、そばにいたいだけな、飛んだりしないの別に。分かったよ、はいはい、おいで、はい、おいで、はいはい、うん、ずっとこうやってるだけだから。解放の枠行ったの、帰るのかい？帰っちゃった、やっぱりいいって。多分ね、俺と喋ってるつもりで楽しいんだと思う。みんなとこうやってね、会話やってるとね、私も混ぜて会話に入りたがってんの。喋るの好きだもんね。
や、もう超仲いい。全然喧嘩しない。作戦成功した。俺が魔法かけたから。ほら、全然喧嘩しないよ。むしろね、たまにね、二人で寄り添ってる時があるぐらい。相変わらずね、釈迦はあんまりペコ関心がなくて、ペコがこうやって追いかけ回すの、釈迦のこと。ペコ、釈迦が逃げる、ペコが追いかけるだね。ずっとこうやって遊んでるだけ。ほら、追いかけっこしてるでしょ。たまに二人で寄り添ってるぐらい。ずっとこの構図だよ。釈迦が逃げる、ペコが追いかけるだけ。魔法は、暗い時に寝る習性があって、何日もかけて暗い時に一緒のカゴにぶち込んで、朝になったらカゴを離してっていうのをゆっくりゆっくりすり込んだの。のんちゃんもびっくりしてたよ。あれって、一緒の部屋にいるって。その鳥の習性をうまく使って、寝てる時に一緒にいさせて敵対させないようにしてた。寝てるときは活動停止するから。あのね、ぴょんぴょん跳ねる文鳥はオス。だからペコはやる、メスはやらない。ぴょんぴょんぴょんって跳ねるジャンプっていうのは、あれはオスだけ。さえずったりダンスするのはオスの特徴な。そう、あれは簡単に言うと、メスを誘惑してる時と、テンションが上がったり嬉しい時にやる行動の。一緒に寝ると仲良くなるね。そう。だから一回ね、釈迦と喧嘩した時に、釈迦が思いっきりガブって噛んで、俺がわーって話した時に、3ヶ月ぐらいね、仲悪くなって指に乗らなくなったの。で、もう、俺のこと嫌いになっちゃったんだけど、その時に、夜真っ暗に部屋して、俺がそーっと鳥籠から手に掴んで、こうやって頭って寝てたの。こうやって何日、それからね、手に乗るようになった。水遊びはこれ、これこれでしょ、これでしょ、これ、これね、600円ぐらいで売ってる、アマゾンで。だから鳥籠にこうくっつけるの。そうすると飲み水、こうやって今釈迦が来たでしょ、ほら、これで水飲むから。今あれ飲まなかった。水飲んだり、ここに勝手に入ってお風呂ビチャビチャって入る。これね、これ便利だよ。絶対買った方がいい。600円、床に飛び散らないね。だからこの上にビチャビチャってついて、まあ多少飛んでくるけど全然いいよこれ。鳥もね、勝手に入るから。ただ掃除がちょっと大変だけど、これは絶対買った方がいい。文鳥飼ってるならね、文鳥界はこれ必須品ぐらい。これは買って一番良かったアイテムだね。ただまあ、外で水浴びさせるのが好きな人もいるから、うん、600円で売ってるよ。文鳥を水浴びとかで検索したら出てくる。ワドさんやのんちゃんはお風呂入るのが難しいことありますか？俺はお風呂大好きだから、1日3回とか2回とか入るから。のりこは3日に1回とかしか入んないから。のんちゃんお風呂大嫌いだ。だからおっさんの匂いがするって言ってお風呂無理やり入れる。のんちゃんおっさんの匂いがするからもうお風呂入ってっつって、のんちゃんがお風呂入らない。風呂嫌いなんだよね。何なんだろう。俺も朝起きて風呂入って、夜お風呂入って2回入るから。そう、不潔のりこだから。配信者も風呂入らない人多いよね。何なんだろうあれ。光くんとか、なんであんな風呂入らないんだろう。みんな、田中いらっしゃい。不潔やだ、不潔やだっつうか、お風呂好きだから。お風呂入りたくないの意味が分かんない。さっぱりするじゃん。あ、そうだ、昨日 UFO キャッチャーでアイテム取ったんだけど、俺キラーマシン持ってるじゃん。これのシリーズだと思うんだけど、俺のキラーマシンにもう一人仲間が来たんだよ。
またのりこにまたなんか買ってきたのって怒られたけど、キラーマシンじゃん。なんだと思う今度は UFO キャッチャー、キラーマシンの多分このシリーズの第2弾だと思うの。手に入れたんだ。 UFO キャッチャーの天才だからさ、よいしょ、見てみよう。あそこにある爆弾は渋いね。これ UFO キャッチャーの景品だらけなの。これ鷹の目のミホークでしょ。でこれがナミ。これさあれに送ってあげようかな、岡山のお店に、岡山のワンピースバーに送ってあげる。あー、てつさんありがとう。岡山ワンピースのフィギュア集めてるでしょ、社長に送ろうか、集めて。今回手に入れたのこれです。じゃじゃん、さまよう鎧とホイミスライム。はい、こんにちは。ドリドリ、これはまあ俺用に開けるか。これ片手じゃ開けづれえな。みーたんこんにちは。片手じゃ開けづらいな。あー、片手じゃ開けづらい。さまよう鎧いいね。さまよう鎧結構もう昔からいるキャラクターだからね。さまよう鎧って4から出てきたキャラクターだっけ。フィギュア棚作りたいな、フィギュア棚。待って、片手で開けづらいな。これ一番いいじゃん。僕悪いスライムじゃないよ。花火ありがとう、みーたん。ホイミン小さい。ホイミンこのサイズなんだね。かわいい。でけえな。でかいよ。ああ、とんでもない。ありがとう、ありがとう。あのアイテムはお気持ちだから謝らないで。アイテムは投げたい時に投げてね。3からいた？さまよう鎧3からいたか。結構もうずっとレギュラー張ってる有名モンスターだね。ドラクエ3は女賢者がめちゃめちゃ可愛いんだよね。女賢者可愛いよね。萌えだよね。ありがとう、みーたん。ありがたく頂戴するね。和道リスナーはなぜかね、アイテムくれるとき必ず謝る癖がある。堂々とね、こうね、受け取れいっつって、こう、堂々と投げて。小じきだから、俺。イエーイ。ホイミン出来がいいな。え、これどうなってんだ。ホイミンがよくわかんねえな。あ、ホイミン。ノニアール周辺に現れる。おお。おお、結構でかい。おお。すごい迫。ああ、バランス悪いな。
おお、結構動く。おお、おお、いいじゃないか。お、結構動くな。おお、おお、かっこいいな。結構かっこいいぞ。いいじゃん。ほら、これは結構思ってたよりいいな。うん。ただ不安定だけど。ありがとう。肩に乗るらしい。ああ、これは無理だな。キラーマシンと同じサイズぐらいだね。うん、腕に乗んのかな。あ、ここに乗るんだ。肩に乗るんだ。こうだ。いいじゃん。ああ、バランス悪いな。肩に乗るようにできてる。いいね。さまよう鎧、ホイミスライム呼ぶからね。枕の上じゃ不安定だわ。結構いいね。なかなかいいですな。盾もでかいし。結構動くよ、こいつ。ここなら置けるかな。バランスが。メガホンありがとう。こんな感じか。ありがとう、クラッカーありがとう。まあ、いい感じだね。カズアスありがとう。そうだね、ホイミスライム呼ぶもんね、確かに。なかなかいいね。はい、アンコロワダツ。なかなかいいんじゃない？さまよう鎧。キラーマシーンもここにいるけどね。キラーマシンとこう向き合う、さまよう鎧ね。ほら、うん、キラーマシンがやっぱかっこいいな。名前がいいよね、キラーマシンって。かっこいいね、うん、喉乾いたな。いや、アンティークな感じじゃない、安っぽいプラスチックでできてる。喉乾いたよ。最近通常枠って狐枠じゃないかってこと？狐枠だって花火飛ばないんだもん。今日何食べる？いや、だから朝飯にケーキ食べたから、どうしよう。目めちゃめちゃ茶色いよ俺。なんか配信だとあんまりかもしんないけど、ほら、色素めちゃめちゃ薄い。橋本環奈張りに茶色いよ。色素薄いでしょ。母親が色素薄かったから目茶色い。のりこも色素薄いから俺みたいな目してる。カラコンじゃないよ、カラコンみたいでしょ。もともとこういう色なの、うん、いや、カラコンじゃないよ。もともとそういう色の日本人がいるの。母親がね、こんな色。母親もっと薄いかも。眉毛復活してきたね。ヒゲもなんかもう剃ってないからもじゃもじゃなんだけど。ヒゲ剃んないと。いや、俺まつげ薄くないよ。まつげめちゃめちゃ長いよ、横から見たら。めちゃめちゃ長いよ、まつげ。ヒゲがもじゃもじゃ、ここまで生えてるから。
おっさんだから、なんか遊び行きたいよ。のりこ車出してくんねえかな。いやソルド気持ちよくはないよ。別にすぐ生えてくるからめんどくさいよ。マザー牧場か、地元だな。予定決まってないよ。何やる。いや毎日ほんとグーだら。あのこれね、ほんとね、若い人はうちのリスナーにいないけどね、あのね、仕事とかね、学校とかね、ゆっくり楽しみな、マジで。なんかね、行き急ぎすぎた。なんか確かにね、自由は手に入れたんだけど、退屈が待ってるだけだから、俺はね、今すごく苦しいよ。進路相談だよ、進路相談。次何やるか。確かにね、リスナーさんのおかげでね、自由は手に入れたんだよ。食ってく飯もね、お金もある程度いただいてるけど、あのね、退屈。ニートはね、最初の3週間だけ楽しいと同じ理論なんだよ。ダメだ。何やろっかな。こんなので一生過ごしたくないもんな。とりあえず配信は続けるとして、どうやって生きていこう。長いぞ。いや別に引きこもりってわけじゃないよ。配信外で俺は外出たり打ち合わせとか行ってるから。ただ配信だけやるっていうのはちょっとなんかぬるゲーに変わってきたから。ぶっちゃけた話、ほら配信会でももうスーパースターだから俺、街歩いたら声かけられるぐらいになっちゃったから。わかる。でほら一発屋じゃないから、数々のやることなすこと全て当ててきた男だから、まあ配信は続けるとしても、このまま配信やってもただナンバーワンになっちゃうだけだからさ。いやーどうだろうね。やりたいとは思うけど、まあ時代が変わって新しいコンテンツで配信のなんか上位概念出てきそうだし、まだまだ、まあ、配信みたいなことはやりたいとは思うけど、うん、でもまあ5分後に気分変わってる男だから、あんまりなんかそういうなんか俺は一生配信続けるぜみたいなのってダサいと思ってるから、それって配信しかやることないだけでしょっていう、そう思わない？なんか信者がさ、何々さんかっこいい、ずっと配信続けてくださいとか、あれただの宗教だと思ってるから、うん、なんか配信はいつも言ってるけどツールだから、俺にとってやりたいことやるためのツール、そう、人と出会うためのツールで、俺は人との関係性が重要だと思ってるから、信者はいらない。パートナーが欲しい。 YouTube 残すよ。たくみさんが一生懸命毎日残してくれて、たくみさんのおかげで新しいリスナーさんとは出会いがあった。いや昨日すげえ嬉しいメール来たよ。和道さんって誕生日おめでとうございますって。で私は女の人なんだけど、女の人から私は YouTube のリスナーですって、和道さんの YouTube 拝見してますって言って、で実は私数年前までホームレスで、でその病気で車椅子生活で、今はその生活保護を受けていて、こうやっと生活ができてますみたいな、和道さん人生楽しんでくださいって。信者はお布施してくれるからいいじゃん。ねー、ダサい。俺はなんか投げ銭ってめちゃめちゃかっこいいと思ってんの。ただ信者からもらうお金はダサい、うん、騙してるのと一緒だから。そうじゃなくてさらっと来た人がを心をパッと掴んでチップくれた方がかっこいい。それが本物だと思ってる。
このニュアンスはねちょっとわからないかもしれないけど、初見がパッと来てこの人いいなって思ってパッと小遣いくれてまた来るねが一番いい、それを繰り返すだけ。わかる。なんか信者って信じてないと続かない関係性なの。だからそれってかっこ悪い関係なんだよ。何かを一生信じるなんてことは不可能の。つまり延命処置をしないといけないのね。飽きるのをテコ入れしていかないといけないの。ダサい。あ、そのメール私ですっつって。あ、そうなんだ、まーさんなんだ。うん、そう、だから信じろっていうのはすげえ嫌なんだよ。そう、俺のことは信じなくていいの、疑わなくていいの、ただ見てほしいの。そう、ただ見て気分がいい時だけチップ置いてってほしい。そう、気分が悪かったら去れっていう。そう、なんかいるじゃん、なんかでもなんかあると思うんだよ、信じてる方がすごいみたいな、信じてるやつがいっぱいいる方がすごいと思ってるけど、それって子供の理屈なんだよ。うん、あの例えばさ、そういう会社ってあるじゃん、社会に社長を崇拝しててこうゴリゴリの洗脳教育やって、でも続かないでしょ、洗脳解けたら社員辞めてくじゃん。3年ぐらいで辞める会社で新規採用バンバンやってる会社なんだよ、そういう会社。そうじゃなくてうまくいってる会社ってやっぱね、社員の居場所をちゃんと作ってるっていうか、居心地いい感じにしてちゃんと働く人をちゃんと給料を渡すっていう普通の関係がやっぱ一番続くよ。そう、だからその信じてますっていう会社ってブラック企業だったりすると思わない？リスナーの負担がでかいんだ。俺はなんか反対意見とかも別に受け入れるもん。ワドちゃん遊ぼう、やだ、うん、信者だけどいつか崩壊する。信者だけだと崩壊するよ、うん、依存関係は続かない。そう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 、恋愛もそうでしょ、普通にしてて居心地がいい関係は一生続くけど、なんだろう、共依存するとなんかメンヘラカップルみたいなんだよ、中学生の恋愛みたいになるんだよ、うん、俺ね別に否定されるのは辛くないけど、否定されるのは別に全然平気だよ、なんか反対意見とか、うん、な、俺が言ってんのはいつも人格否定に意味がないっつってんだよ。お前は俺のこと嫌いなだけでしょっていう。それはもう見るに値しないと思ってるから。嫌いなら見るなっていう。ただ、俺のこと好きな人は見ていいと思うんだけど、別に好きだからっつって、俺の言ってること全部正しいっていうのは違うと思ってて。いや、ワド、俺こう思うんだよねっていう人が普通にいてほしいの。人格否定が嫌いなんだけど。だからね、俺の放送よく見てると分かると。俺の個人攻撃をやってくるやつにしか怒ってなくて、実は反対意見って普通に受け入れてるから、俺こう思うよっていうのは受け入れる方なの。うん、何して遊ぼうかな。喉乾いたな、なんかないかな、どうしよう。何やろっかな。
やりたいことがないってダメだよな。今日何するって毎日ワクワクしてたいもんな。毎日が遠足の前日になってないとダメな気がすんな。ちょっとした旅行行きたいね。そうそう、非現実体験っていうのが常に味わってたいの。非現実体験、なんかね、こう日常の中に飲み込まれたくないんだよね。うん、非日常を味わえる場所なんかないかな。日常に追われたくないっていうか、別に追われちゃいないけど、うん、配信つけるだけだから多分ね、アンコロの言う日常に追われると俺の退屈はね、多分ね違うんだよあのね、ニートの退屈と一番近いと思う、俺が言ってんの。アンコロはほら仕事やってるじゃん。で、タスクをこなすっていう意味でしょ。そのやるべきことがあるっていう。俺それあることはすげえいいことだと思ってんの。あの、だからやることがある人はいいことなんだよ。やるべきこととやらなきゃいけないことがあるの。で、俺はそれが苦手だから解放しちゃったけど、逆、それゆえにだからやることがなさすぎて辛いって言ってんのと一緒だから。うん。だから主婦とかニートとかの感覚だよ。そう、そう、俺が言ってんの、暇って言ってんの。そう。でもやりたくないことはやりたくない。やりたいことだけやりたい。やりたいことを探す苦しみだよね。ホームレス脱却できたのに独学で心理学してる。あ、なるほど。いや、富士の樹海は電波ないんだよね。3回行ってるんだよ俺、3回行ってるんだけど電波がないんだよね、あそこ。電波あったらめちゃめちゃ面白いよ、富士の樹海は。多分ね、宝物が見つかる確率よりも死体が出てくる確率の方がはるかに高い。多分なんだけど、樹海をね、俺の感覚ね、5時間ぐるぐる回ったら必ず死体がね、2、3体出てくる。いや、あのね、いや、探検いいと思うけど、普通に、迷子になるよ。あ、ていうか、遭難する。俺、したもん、前回。いや、俺、一回行ってるんだもん。遭難してるもん、一回。ねえ、あ、間違いなく、あ、ここに死体あるなっていうの感覚がある。あ、本当にあるよ。だって、ね、自殺スポットだからね、ゴロゴロ出てくると思うよ。それほんまにそんな感じ、体説も。え、だって年間何体出てくる、あそこ。見つかるだけで200体とかだけど、しかもそれって、あれだよ、なんか無理くり探して見つかりましたじゃないよ。もうほったらかしてるんだよ。もう入れませんっていうところに入ったから。電波入るところで見つけたんだ。いや、 YouTuber は電波いらないじゃん、撮影だもん。 YouTuber はほら電波いらないから、カメラ回せばいいから、外部電源があればいいから。いや、ゴロゴロ見つかるよ。うん、首吊りとかだって、入っちゃいけませんっていうところ入って1時間ぐらい、30分ぐらいかな、3、40分歩いたら何にもなかった、道もなかったところにいきなり広場が現れて、そこに空き缶とか酒瓶とかゴロゴロ落ちてるの。人がここで、あ、死ぬ準備してるっていうのが分かんの、タバコ吸ってる跡とか。いや、氷山の一角だよ。うん、そう、 YouTuber はそれが有利なんだよ。あの、電波に縛られないから、動画を撮影すりゃいいから。だから通報っていう概念もないし、 YouTuber 有利だよ。もういやらしい話したらやらせもできるから。生放送ってやらせできないじゃん。 YouTuber やらせやり放題だもん、仕込みと。ずるいよ。
死体説もっていうかゴロゴロいるよ。 YouTuber の方がお金儲かってるじゃん現実。ただまあ今のトレンドはライバーっていう、あのね英語ではライバーっていう、 YouTuber じゃなくてライバーって言うんだよ。俺ら配信者のことライバーって言う。ライバーの方がかっこいいよね。仕込みやらせでよく謝罪してる。それも込みでネタじゃんもはや。そう、まあ編集が大変。5分の V 作るのに何時間もかかるから、ネタ作りとまあ別物だよ。俺らとね YouTuber とね配信者は一緒にしたらダメ。編集がほんときつい。みんなが何気なく見てるのがどれだけ大変かっていう。一人でやると普通はねテレビで何十人がかりでやることを一人でやってんのもあいつら。その代わりセンスがあると儲かるっていう。まあライバーだね。生放送最高っつってありがとう。クールハート花火ありがとう。ありがとうございます。生放送の方がなんだろう、生放送はだから何がいいかっていうと語りが上手くないとできないと、リスナーを維持できないから必然的に喋る能力が上がるの。喋れない生主って閲覧少ないでしょ。だから異常に喋り面白いやつ多いんだよ。あ、動画制作やってるんだ。じゃあしんどいの分かるよね。めちゃめちゃ大変でしょ。だからね、居酒屋とかで飲んで面白いの YouTuber と生主って言ったら生主の方が 100% 面白いよ。喫茶店入っても一緒に飯食っても楽しいのは生主。タレント力があるっていう。YouTuber はタレント力必要ないからね。編集のうまさだから裏方的な能力があった方がいいんだ。でもね、別に死体見つけても何にもないかんな。ただただへこむだけだかんな。行きたくねえわ。そんなのさ、もう小学生とか中学生だけでしょ。いろいろ感じるの。ただただ死体見ても嫌な思いするだけじゃん。あと、手続きがめんどくさいっていう。警察に届けて、報告して、刑務所、警察署行って。そんなさ、なんだっけ、スタンドバイミーじゃねえんだから。そう、ただ辛いだけだから。うん、なんだろう、ドルさん、いや、なんか今ドルさんからマンスリーランキングのキャプチャーが送られてきたんだけど意味がわかんないんだけど。なんかマンスリーランキング多分俺の方が上に行ったっていうことを言いたいんだと思うけど。何なんだよ放送中に。何なんだろう。ああ、なんで樹海に行って死ぬのか理解できない。あのね、多分ね、いい人なんだと思う樹海で死ぬ人は。2パターンあって、樹海の場合っていうのは殺されてるケース、要は死体のスポットだから自殺扱いしやすいから、要は殺して首つっときゃいいっていう。首で縄で殺した後かけときゃ自殺判定されやすいでしょっていう殺人説と、もう一つは電車とかって迷惑かかるっていうの分かってるから、ひっそりと、そう、迷惑かけないで死にたいっていう人。自慢じゃないでしょ、分かんない。そう、迷惑がかかりづらい。いや、大変だよね。だから別に樹海には行きたくない。宝もないよ多分。富士の樹海に宝がないと思う。スタンドバイミーっていうか、子供の頃やっぱ死の
死と向き合うっていうのはすごく重要な、なんだろう、時間だと思ってて、やっぱり子供って普通に死体を見るっていう経験はないわけじゃん。お葬式とかもやっぱ年齢が低い分、だから衝撃があるわけじゃん。だけどやっぱそれはやっぱキッズとかが YouTube とか見てるキッズとか死体すげえっていうのわかるけど、そんな30も40も20歳超えてるやつらが死体探してどうのっつってたらもうガキだよ。そんなの死体見つけたって手続きめんどくせえだけ、何にもない、汚えってだけなんだから、腐った肉なんだから、そんな、でしょ。汚いの手続きめんどくせえってだけで、感動も何もないよ。ただただ不快なだけなの、埋蔵金はどうなんだろうな。埋蔵金はロマンあるよな。俺ね、なんだろうな、いや埋蔵金あるっちゃあるけど、あるっちゃあるんだろうけど、もう掘り尽くされてんじゃないの。でも日本なんか河川敷にさ100万落ちてる、1000万落ちてるとかある国だよ。あれさ、本当はさ、なんだ、首都不明金でさ、ゲットってやってるけどさ、あれヤクザの金なんだよ。あれ、あの、汚ねえ金なんだよ、多分。薬買ってる金とか。いや、ヤクザから、ヤクザの金庫から盗んだ金とか。あのね、これ、あの、裏の業界ちょっとかじってる人は分かるけど、そういうお金っていっぱいあるんだよ。オレオレ詐欺の金とか。多分ね、そういうやばい、やばい金が、回収できないから、このここでこういう落とし物見つかったけど名乗り出てくださいって名乗れない、ヤクザの金庫はまあまあ消されるよね。それこそ樹海コースでしょ、あ、でもね、やめよう、この話は。いや、だから、リスナーにヤクザが多いのはそういうことなんだって。リスナーの爆投げする花火師って結構ヤクザの人多いでしょ。あのね、そういうことなんだよ。いや、だから、だからまあ、なんつうの、まあ汚い金を、まあ別に金に困ってないわけよ、ヤクザとか羽振りいい人は。リスナーヤクザ多いよ、知らないの、ソソとかヤクザだから。ヤクザ多いじゃん、昔から。だって俺初めてオフ会やった時爆笑したよ。稲川会、住吉会、山口会、右翼って4人集まっちゃったんだよ。で、他のリスナーがずっと怯えてるっていう状態で、そのおじさんヤクザたちが悶々の見せ合いとか、ヤクザオフ会には変わっちゃったんだよ。くっそ面白かったよ。怖いよ、そそは。すごいよ、ほんと。だから配信をつけるっていうのは、悪魔のキューピーさんとかホープさんあたりが作った文化だよね。元ヤクザだけど、ホープさんは。あの、悪魔のキューピーさんがだから、本物が来たって言って鮮烈デビューだった。だから、あの、ニコ生クルーズがとんでもなく降りたんだよね。エイトさんに狙われてない？何エイトさん、誰エイトさんって、もう絡まないでおくっつって
絡んでたんかい。爆投げ師ヤクザ説。ヤクザさんに狙われない？あのね、あのヤクザの人でそういう、あのね、冷静に考えて、あのね、チンピラなんだよ。だいたいその喧嘩とかなんだとか、冷静に考えて、ヤクザのトップにいる人って会社のあの幹部とかと一緒で、人望があったりとか頭が良くないと人が集まって来るわけないじゃん。だからどんな世界でも人の上に立つ人で、やかる人とか礼儀を書く人、俺は見たことないの。ヤクザとかでもやっぱりその幹部クラスであったり組持ってたりとか上の方にいる人って、っていうかね、もうね、あの超大御所ヤクザなんで、もうただの上場企業の社長みたいな雰囲気だよ。うん、だからそういう人は投げない。マナーがいいとかじゃなくて、やっぱ人が集まってきたり人を束ねる人は人格者だよ。まあやってる家業はまあ悪いことだけど、だって誰かぶん殴っても損するって分かってるの、うん、眠くはないね。もう5時か。元気だな、坂戸ペコ。彼女と別れてないよね、昔はね。まあだから暴対法以降おかしくなったよね、うん、オフパコしたことある女の配信者の女何人ぐらいいるだろう。何人かいるけど、それが何なの。なあ、オフパコしたことある配信者って別に俺リスナーやらないから、たまたま俺のリスナーに配信者がいたっていう感覚だけど、俺他の配信者口説きに行こうとかそういうかっこ悪いことしないから、俺のファンにたまたま配信者がいたぐらい。いや勘弁してちょっと。あ、でも勘のいい男リスナー、お前あいつとパコったろうとか言ってるコメントとかあったけど、俺あいつのファンだからお前すげえ羨ましいわとか言って、なんでバレたんだろうとか思って、勘のいい男リスナーいるんでしょ。別に俺が誰とパコろうがお前ら関係ねえだろうがよ。何の関係があんだよリリンと。
あ、そうなんだ。へえ。今日はね、のんちゃん家に帰ってる。シャカトペコ。そうそう。シャカトペコが寂しくないように、あの、すぐ覗けるようにしてる。俺のベッドのここにある。そうするとシャカトペコがいつもね、俺にね、和田さん和田さんをって寂しがるのよ。あの、向こうの方行くと昼寝てるじゃん。はいはい、和田つえ、あんまりしてないかな。のんちゃんに車で来てもらおうかな。ニートは寝たらダメなの？ニートだって寝ていいでしょ。働いてないんだけど、お前より収入いいんだよな。なんでだろう。働いてないよりも、働いてないのにカッツンよりも収入いいんだよね。寝てるだけで、ゴロゴロしてるだけで才能がないんだろうね、カッツンはね。残念でした。寝ます、ゴロゴロします、ダラダラします。でも君より稼ぎがいいです。残念でした。これ別に愛子さん全然やれるよ。やらないけど、うん、てかお前らさ、女の人と会話するときにやれるかやれないかだけで接してるからお前らモテないんだよ。違う、モテないやつってやれるやれないばっかり考えてて、やれるかやれないかで女の対応変えてるでしょ。だから女性に嫌われるんだよ。わかる。下心で、下心一番嫌うからでしょ。別にやれるかやれないかで女性の態度変えない。あとね、やれるかやれないかで考えてない。やらせてあげるかやらせてあげないかで俺考えてるから、女の子と接するときは。それがお前と俺の違い。この子に俺とセックスさせてあげようかな、させてあげないかなっていう生き方だから。お前と、お前の次元とお前の物差しで俺を測るな。ゲーセン行こうかな。ワオが身につけてるワシのネックレス価格調べたら40万はするみたいだな。いいよ調べなくて。値段で買い物してないから、身につけたいもの身につけてるだけだから。何でもいい、いくらでもいい、かっこよかったら100円でもいい。何をつけるかじゃないから、誰がつけてるかだから。
俺がつけてたら価値がある。ふわっちは一番高いんじゃない今。最前線にいる配信者全員やってるからね。ニコ生系、ツイキャス系、まあ、ふわっち独自の配信者でもレベル高いと思うよ。あと、リスナー層もいい、客層がいい。あの、ガキいないから。バカとガキが少ない。あ、でも、よっさんが来る前のね、ふわっちが一番面白かったね。ニコ生に荒らされてなくて。ニコ生のリスナー来てから、だいぶ悪くなったもん。いや、ニコ生に期待したらダメ。ニコ生はね、必ず裏切ってくれるサイトだから。大丈夫だよ。あそこのサイトを、がリスナーすげえって言わせたこと一回もないから。俺はねニコ生の運営には絶大の信頼がある。あそこは必ず裏切ってくれるよ。ロッキュー元取るっていう考え方ないよ。何かを買い物するときに元取るって貧乏人じゃねえんだから。逆信頼だね。必ず裏切ってくれるよ、うん、このサイトの運営すげえなとか尊敬できるなとかリスナーのこと考えてるな配信者も考えてるなって思ったこと一回もないもんニコ生やってて。ニコ生とキャス、まあまあニコ生今衰退してるからあれだけどキャスはキッズ向けだよね。ノリがなんかあの20代の子がすげえすげえって言ってるイメージ。何々さんすげえすげえ。宗教でしょ。子供たちに囲われて子供たちの中だから公園の砂場の前にマントつけてるおじさんが子供の前で生きがってるって感じがする。かっけえすげえって。わかる。俺もう子供相手にするつもりないもん。ここ世田谷ベースみたいな感じでしょ。そう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 。あんなトークふわっちは通用しないよ。こっちは金もらってやってんだから金かかってんだよ。草野球とプロ野球一緒にしたらダメだよ。どうしよっかな。ヒゲ剃るか。今度はバリカンで眉毛剃らないようにしよう。これねドンキホーテで売ってるバリカンいいんだよ。ヒゲと眉毛整えるやつ。俺の放送見なくていいよ。イブ。
え、マジかよ。電池切れたわ。あ、ドレさんから LINE 来たわ。ドレさんと飯食おうかな。ドレさん暇かな。あ、ドレさん見てる？ドレさん飯食い行かない？見てんのかな。ドレさんから LINE 来た。今日何やってる？ドレさんと飯食い行こうか。ドレさん見てる？飯食い行こう。俺今携帯配信だから LINE 返せない。みんな、ひげを剃ってるよ。見てる？和道が今、ひげを剃ってるよ。あごひげだよ。いい感じ。小島に似てた。小島グランプリ。ドレさんと服買いに行こうかな。ザラ。ドレさんと服買いに行く。ザラ。汚ねえなぁ。パソコンにお菓子抜き出しちゃったの。全部は取らない。父さんまあ男前だよね。たまにガチャピンみたいな顔するけど、
基本男前なんだけど、たまになんかガチャピンに見える時があるんだよね。なんでなんだろう。ガチャピンに似てない？いや、ガチャピンに似てない？ドレさん。言われてみたら、いや、かっこいいでしょ。50代では結構男前だと思うよ。体もかっこいいし、そこは別に普通にかっこいいと思うよ。ちょっと性格に難があるだけですか。ちょっとね、病気をこじらせてるだけで、ビジュアルイメージはいいでしょ。ほら、顎綺麗になったでしょ、うん、前に反らないといけないんだるいよな。50代なんてね、いや、あのね、年齢によってかっこよさって違うから、いい年の取り方してるよ。全然抱かれたいんだ。ドレさん喜ぶよ。抱いてって言えばいいじゃん。DM 送ったらすぐ抱いてくれるよ。抱いてくださいって。最近このヒゲにハマってるんだよね。ここを剃るの、ちょっとダンディーになるでしょ。ここを剃るの。男爵感が出る。和道男爵。ああね、お前唾にあんだろうって言うよね。そう、なんか湯っていうのを床の湯だと思ってて、なんかね、やたらね、唾にあんのサブアカだと勝手に疑ってんのよ。あれ面白いよね。お前床だろうみたいな、もうやめろよみたいなあれ面白いよね。あれロムってる時最高に笑うんだけど、お前床やめろよみたいな、元カノだろうみたいな。っていうか、だから今携帯で配信やってるから、ドルさん、あの返信できないって。ちょっと待って、ヒゲ剃ってるし。ファミレス行くよ。ファミレスかい。ファミレス行く行く。ドルさん放送見てないのかな。なんでかたくなに LINE なんだよ。コメント書けばいいじゃん。行く。今 LINE 返せないよ。てか俺の放送見てないのかな、ドラさん。今 LINE 返せる状況じゃない。
さんと遊ぶか。スバニャン全然タイプじゃないんだけど、メスゴリラにしか見えないね。たまになんか美人に見える時あるんだろう。あれなんなの、メイクなのかな。たまにね、美人に見える時ある。たまに。どう？男前になった？どう？髭剃ったよ。男前になった？私の米見てて、あ、やっとツバネやんじゃないと分かったんだ。おいやね、お疲れ。かっこいい。歯、はあ、だいぶ白くなったよ、リステリンホワイトで。身長は俺170、170ちょいあるかないかぐらい。170だよ。携帯配信なんだ、キモいってこの野郎。なんだてめえこの野郎。ああ、この野郎、なんだキモいって。何見てんだよ。
だいぶ白くなったよ。ほら結構タバコとコーヒーガンガン飲むから汚くなってたから、ドレさんに相談してたんだけど、だいぶ1ヶ月ぐらい使うとこんな感じになる。だいぶ綺麗になった方だと思うよ。うん、手はまだちょっと黄色いけど、うん、リシリンのホワイトニング、うん、2週間目くらいから効果出る。もうかなり黄色かった、ヤニでコーヒーの、ありがとうや、うん、ありがとう。そうだね、頑張るよ。あや、ありがとう。1000円けどね、配信者は歯が命だから。あの子入ってきた。今配信やってるよ、おいで。え？何？まだまだだ、のんちゃん帰ってきたね。だいぶ歯白くなるよ。こんな感じになった。でも見た目そんなタバコ吸ってるように見えないでしょ。だいぶ綺麗になったでしょ。え？そうでもない？その格好でやってたの。そう。携帯配信だから。そっか。うん。ね、ここでやってた。のんちゃん今日いなかったから。かゆ。じゃあ風呂入ってあれかな。うん、風呂入ってドレさんと飯食ってくるわ。のんちゃん、はい。どうだった？病院行ったの？行ってきた、うん、じゃあ皆さんお疲れ様です。今日の放送終わりにします。ドレさんと飯食ってくるわ。おつです。お疲れ。